もっとグリーン、ブリーン、光、ブリーン、ケツを向こうに抜けるぐらい、そう、抜けて手でグイグイグイってひねってるんだ、測定するみたいに。曲げる、こうなっちゃダメだっつったじゃん。腰曲げちゃダメだよ、グリ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 って曲げる。足でこうスタスタスタって動くよ。もっと下持ってやってみ、つかましてもらえなかった時のために。もっと下、ちゃんとグリーンって回すようにするんだよ、大きく。何回も何回もそれやってあげればさ、待てって言って戻るたびに相手はここに柔道着を突っ込まなきゃなんなくなって疲れるから。いや投げるのは握り込めないから、明かりはここもっと落としてギュッて、もっとバッパバッパ動かす手首を。ここをこう動かすんだよ。いや、もっと身を入れて動かす。グイッグイッて動かすんだよ。突っ込んだ手はこれだよ。うっしゃって感じで上げんだよ。下持った場合は。
バーって釣り上げるんだよ。後ろ向き側転ぐらいの感じでねじるんだよ、からぐるって。その手を畳につくぐらいまで曲げろ。そこまでいったら曲げる。ずっとこのまんまじゃねえよ。ぐーって傾いてきたらつく、抱え込むに決まってんじゃん。それでそのままこっちの足を上げて横向きに、ほらできるでしょ。だって明かりの方が軽いもん。重いよ、軽いよ。あれいいかやれ。私の方が重いよとか言って、何なの、軽かったじゃねえか。謙遜だよ、謙遜。あのね、下げすんでる。いやいやいや、私なんか勉強できないですよっつってさ、もうはるかにいい点取ってるやつがよくやるじゃん。あれか、余裕を自分で持ち、余裕をやってさ、相手に劣等感を植え付けるという。さ、どういう、この間言ってたあれと同じだよ。作戦毎日撮ってる人がさ、おいおいおい、早く立ってやろうよっていうのと一緒だよ。作戦を毎回撮ってる人がさ、90分で撮ったってさ、おい、出したって言って、こっちじゃない、こっち落とす、こう、なんか、こう引き手を、引き手を自分の足の方に持ってくる。そっち行ったら壁にぶつかるっつってんだよ。ごめん、待って、これは何をしよう。危ねえな。こっち背中向けんだよ、こっち背中向けて。ヤクマおんぶしてるから、そっち向きでやったら壁にめり込むっつってあれってね、こっちの方が壁にめり込む。だから、なんで背中をこっちに向けろっつってろ。チャック、また折っとかねんだもん。あ、やるんだ、やって、早く、あと1回、しかも成功してください。